ドームですこの動画は台本がないとうまく話せない私がうまく話せるようになるために台本なしノーカットで話す練習をしています終始グダグダな話し方ですのであらかじめご了承くださいさて今回はカメラの話をします今回もレジカメインフォさんからの記事の 記事はね EOS R シリーズの次の機種はエントリーモデルになるという記事です説明欄にリンクを貼っておきますので記事興味がある方は是非見ていただければと思いますで見たらね結構長い記事なんですけれども あの全部を、えー、話すつもりはなくて気になったところだけねというか一箇所だけなんですけれどねあの気になったのが次の機種、まあ、はエントリーモデルになるというこのタイトルに関することなんですけれどもえっとねまあよそあるね次のなんだっけ時、まあ、期機種 ね、噂いろいろ飛び交っているというか、まあ、あのたまに読んだり、ね、見つけたりしますけれども前確か、えー、ボディ内手ブレ補正が搭載されるんじゃないかみたいな話をしたと思います同じ幕開い話でねなんですが、えー、と次、ね、エントリーモデルっていうことになってしまったらなってしまったらって変な言い方ですけど なんていうかなあのー、まあ、キャノンの今までのパターンだと、EOS R がもしね、あの、真ん中に位置するとして、エントリーモデルってことは、うん、EOS R を、まあ、基準に考えて、えっ、ー、と機、機能をね、削減するんじゃないかな、なんて思ってるんですね。ということは、 えー、その前話した前噂になっていたボディ内手ブレ補正の話はまあこのエントリーモデルには搭載しないんでしょうねそうすると,、えー、と上位機種 EOS R の上位機種に、えー、そのボディ内手ブレ補正を搭載すると思うので発売が だいいぶ後になななるのかなーなんててね思っていま,すまあこのエントリーモデルについてもいつ発売されるかっていうのがねわからないんですけれどもうん EOSR が発売されてで次期の,、ね、あの次の EOSR のね噂が出ててでその中にボディ内手ブレ補正っていう搭載するんじゃないかみたいな話があって とても期待してたんですけれども、次は、その上位機種じゃなくて、エントリーモデルなので、ボディーナイテブル補正は、難しいだろうなぁと。うん。今までの、今までのね、これまでのキャノンのパターンだと、うん、エントリーモデル、ね下克上、 はするのかな例えば一眼レフでえっとね EOS9000D を出した時に EOS80D と比べてある部分は超えててある部分はやっぱり EOS80D の方がよくてというねだから全部が全部じゃないんだけども一部下克上 EOS9000D の方がいいみたいなね そんな、えっ、ー、と、比較というか、そういう話をしたことがあります。で、エントリーモデル。EOS R のね。その時に EOS R、今のね、EOS R を、えっ、ー、と、機能的にね、まあ、全部じゃなく、ないと思うんですけれども、一部分でも下克上することができるかと。 思ったら、うん、どうなんでしょうね。うん。まあ、あの、できればね、そうだな、EOSR のエントリーだから、まあ、価格は安くなるんでしょうね。だから価格が安くなる分、機能も、まあ、ちょっとね、落ちちゃうみたいな。まあ、それがエントリーなんですけどね。 何を落とすかですよね。液晶の、液晶というか、液晶の、うん解,解像度か <laughs> あとは EVF の解像度とかなのかね。うん、ちょっとね、シャッタースピード、ごめんなさい、シャッタースピードじゃない、えっ、ー、と、連写だ。はい。 そう。連射速度はさ、ちょっとあの、ね、遅くしないでほしいなーってね、これ以上遅くしないでほしいなーなんてね、思ったりします。うん。あとはね、あの、気になるのが、価格ね。エントリーモデルか。ね今、EOS R の価格を見ると、えーとね、 価格 .com でね、見ると、ヨース R ボディのボディ団体ね、実はね、19万切ったんですよ。<laughs> 19万切っちゃったんですよね。早ーと思ってさ、初値が、今ね、まあ、価格 .com のね、サイトを見てるんですけれども、初値が23万849円とのことです。 で、えっ、ー、と、現在の最安値が18万8641円ってことで、差額4万2208円だそうです。<laughs> 値下がり率は18.3%。あれ、e o あ r ってね十10月の下旬だよね、発売されたのね。 11、12、3ヶ月経たないでか。3ヶ月経たないで、ここまで4万2000円もね、下がってしまうなんてね。ちなみに、6D Mark II、私が持っている 6D Mark II の価格もちょっと見てみたんですけれども、えっ、ー、と、今はね、まあ、ボディ単体ね。 十三万4868円で、えっ、ー、と、これはもう二千十七年の八月に発売されたから一年以上経ってますよね。うん。そうだ、1年半までは経ってないのかね、うん。で、えー、と初値が二十一万八千六百九十八円で、で、現在、まあ、もう一回言うかもしれん、もう一回言いますけれども、 13万4868円。で、差額 83, 8万3830円で、値下がり率は38.3%ですと。で、その価格推移グラフを見てるんですけれども、うーん、あの、6 d m ーもね、あの、ちょっと落ち着いた感じはするんですけれども、下がりきって落ち着いた感じはするんですけれども、それでも、まあ、緩やかーに、 値下がっている様子なんですねだけど e o s r ボディのこの方はねうーんなんか <laughs> これもし株価だったら <laughs> いや,いやたまったもんじゃないなと思っていやあの例えばの話ですよ例え話ね23万円で買ったものが3ヶ月経たないで19万円切ったら <laughs>。 うーん、うん、どうだろう。株の世界だったらこれ損切りした方がいいよってなるよね。その価格の下がり方が急なんですよ。急降下みたいな感じだね。うーん。まあ、その分ね、あの、もし EOSR を買う人にとってはね、まあ、 もしっていうか、私も、うーん、どうなんだろうね。<laughs> うん、ちょっと気持ちがね、あ、ごめんなさい、えーと、様、e、子 R を買うか買わないかっていう話ね。うん、もう、ずっとずっとね、欲しい欲しいって思ってたんですけれども、まあ、他に、例えばね、おズモポケット買ったりとかってね、<laughs> いろいろお金使ってるんで、うん、ちょっと様子 R ね、で、しかもこれ、あの、価格がどん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 下がってくるから、 もうね、下がりきるまで待とうかなって思ったりもしてね。うんまあ、お金が続かないっていうのと、今買ってもどんどん下がるから、急ぎじゃないから、シクジリーマークー持ってるからね。だから別に今買わなくてもいいんじゃないかなーなんて思ったりもしてるんですけれども。さて <laughs>、今何の話をしてたかというと、エントリーの話ですよね。エントリーモデルの話。はい。 えっと、エントリーモデルがいつ発売されるかわかりませんが、価格、いくつ、いくらになるのかなねえ。えぇ、ー、EOS R は23万円が初値ですと。ということは、エントリーは20万切る価格なのかなってね。 ね、例えば今のこの188,641円っていうのがよす R の最安値なんですけれどもここぐらいなのかななんてねうんまあねエントリーといってもフルサイズですからね <laughs> フルサイズだからだから一眼レフの ねエントリーっていうか、一番下が 6DM2 でしょ現行モデルね。それが、初値が、えー、218,698円だから、ねまあ、ヨス R とあまり変わらない価格だったんですよね。うん。12,000円ぐらいか。 ねえ、佐ね。で、さらにですよ、ヨス R のエントリーってなると、同じような値段じゃないよねって。6D Mark II みたいに21万8000とか、そういうわけじゃないよねって。だから、20万切る価格なのかななんてね。うん、まあ、価格ちょっと気になるなって。 EOSR の上位機種という話がずっとあって、うわでね、噂でずっとあって、そっちばっかり、まあ、あの気にしてたんで、逆にこのエントリーモデルがね、次はエントリーモデルかな、みたいな、そんな記事を見てると、見ると、え、これ、EOSR が、まあ、エントリーではないんだけどね、EOSR はね。 だけどこれよりも下作っちゃうんだってねうんというふうに、えー、思いました <laughs> 皆さんはどう思うでしょう思いましたか <laughs> まあね物欲はまだ健在ということで <laughs> ただもう,もうちょっと待とうかなっていうそういう正直な感想もありますということではい はぁ、何の話してたんだっけ <laughs> じゃあもう10分経ったんで、うん、10分以上経ったんで、これで終わりたいと思います。今日もグダグダですいませんでした。ということで、今回は以上です。バイバイ。